こんにちは、皆さん、お元気ですか？さあ、今日は3回目の緑の部屋となります。反響がとってもたくさんあって、私としてはすごく嬉しいですし、ああやっぱりちゃんとやんなきゃいけないなっていう思いに今思いを抱えながら、そして私の愛する3匹を抱えながらの今日は、YouTube ということになります。誰だか分かんない人、これ、この子は、シンデレラに出てくるルシファー君、この子は私の最愛の子バンビ、そしてこれはディズニーシーにいる、シンドバッドのところに、シンドバッドかにいる、チャンドゥです。もうこれは私の寝室にいる子たちで、なぜかこの子たちに猫たちも悪さはしないので、たまに猫たちも頭乗っけてたりとかして、みんなで共存しております。今日はね、まず皆さんに、次のお題、トークのねお題を出してほしいなと思っていて、こんなことを私やっちゃったみたいな失敗談があったら教えてほしいなと思っていて、あれです、私がやっちゃったのはボケーっとしながら考え事しながら、目玉焼きを作ろうと思いました。で、目玉焼きを作っていたらポケーっとしながらゴミ箱踏んで、パカッと蓋が開いてシャッと入れてしまったのが卵中身、そしてフライパンに入れたのは殻を焼いた緑ということをやってしまいました。皆さんはどんな失敗談をしてしまいましたか？まあ、お料理中にボケーとしながらこうやってて爪を切っちゃうってことも結構あるし、スライサーでこうやってボケーってやりながらなんか、あ、切っちゃったみたいな感じでスライサーで切ると結構な流血しますしね。あとね、そう、病院での思い出みたいなこともちょっとみんなに聞いてみたいなと思います。今ね、実は私の大切な方が入院してるので、まあ、そのエールも込めて今日のこの第3回はやるんですけれども、まあ、とにかくね、入院中でも見てねっていう感じで配信頑張ってしますので見てね。私ね、それこそ小学校3年生の時に髄膜炎っていう病気をやったんですよ。怖いよ髄膜炎。親はね、猛烈に頭が痛いんですよ。で、猛烈に嘔吐をしたりとか、いろんな風邪のひどい症状みたいな感じに出てくるんですね。で、でも頭だけは異常に痛いの。なんて、トンカチで頭をガン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 ってやられてるようなものが痛、もうすごい痛さで、もうお布団、その頃お布団で寝てたんだけど、お布団の上をもう子供ながらにもう転げるみたいな感じでやって、昔さ、おばあちゃんがこういうとこに磁気のつけてたの覚えてる？みんなこの磁気のをつけてたって、あんなもん聞くわけないんですよ。もうでも親は何していいか分かんないから、病院に連れてってもただの風邪だって最初言われて、でもう一つの病院に行ったら、あ、もうこれは髄膜炎かもしれないって言われて、すぐもう検査をしたらやっぱり髄膜炎で、何を食べましたって、夏だったのね、何を食べましたって言われて、私貝類が大好きなので貝を食べました。何の貝だったか覚えてないけど、夏でね、海辺で貝を食べましたって言ったら、夏の貝は危ないから食べない方がいいですよって、その時に小児科の先生に言われて、小学校3年生の時に2週間ぐらいもうずっと24時間点滴で、でその頃まだね、まだやわな緑さんですから、血管も浮かないわけ、こういうところに。でもうしょうがないから、この一番分かりやすいこういう血管に点滴を24時間過ごして、で父と母がもう24時間体制で入れ替わり、私の病室に一緒に個室にいたので泊まってくれて、で変な話さ、おちっちもできないわけですよ。おちっちもやってもらわなきゃいけないわけで、それをなんかこう女の子ですから死瓶にはできませんのでね、なんかこういう大きいなんか樽みたいなのをお尻の下に引いてもらってやるんだけれども、うちの母がやるときは私ようやく出るみたいな感じなの。でもやっぱり羞恥心っていうものが小学校3年生ではあるので出ないから、蛇口にね、
のお水をこうバーッと出してもらうとできる。で父の時はやっぱり父親なので恥ずかしくてできなくって、で母が来るまで我慢してたっていう思い出があったりしますけど、だから未だにねお水がジャーとか出る音を聞くとおしっこしたくなることがあるっていうね、不思議な子に育ってしまったんですけれども、まああの時にお医者さんに言われた後遺症がもしかしたら残るかもしれないけどって言われてましたけども、まあ頭のちょっと頭脳のがねあんまりよろしくないのはもしかしたらその病気のせいなのかもしれないけど、ちょっとぶっ飛んでるのは、でもまあ本当にね元気でここまで生きてこられてよかったなっていうのがもうその髄膜炎の思い出になります。今日はね YouTube とかだと音が割れちゃうので、ちゃんと録音してもマイク使ったりとかちゃんと録音しても私の声ってやっぱり高音になると割れちゃったりするんですけど、今日はねちょっとクラシックがちょっと聞きたいというリクエストがあったので、ちょっと私の好きな歌を歌いたいと思います。1番だけですけれども、トスティという作曲家が作ったアンコーラもう一度という曲を皆さんにお届けしたいと思います。聞いてください。トスティアンコーラからお聞きいただきました。いい曲でしょ。これいつか皆さんの前で歌えるようになったらいいなと思っています。さあ緑ラジオなんで今私突然立ったのかよく分かりませんが、緑ラジオ緑の部屋第3回今日も聞いてくれてありがとうございました。よかったらねいいねで登録チャンネル登録してくれると出すとすぐ出ますから、皆さんまた聞いてください。ありがとう。またね。